公開で日本代表とアルゼンチンが対戦した結果がこちらです。 U22 日本代表と U22 アルゼンチン代表による非公開のトレーニングマッチが21日に IAI スタジアム日本平で行われた。日本サッカー協会 JFA によると、試合は45分ハーフで行ったが0対0の引き分けに終わっている。アルゼンチンやればできるじゃん。アルゼンチン絶対本気だったやろ。それを0失点は素晴らしい。監督、そんなに悔しかったのか。中見ったらからスタメンはガラッと変えてそうやな。非公開の試合ってどういう狙いがあるんだろう。デザインされたセットプレーの自主検証とかだろな。あっちは年明けにも南米予選が始まるし。J でもこういう非公開の練習試合は日常的にやってるよ。選手交代も自由だし、30分 ×3 だったり、途中で打ち切りもある。控え組のモチベアップ、コンディション維持、選手の組み合わせなど試す。パリサダ1軍強いわ。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。